マイタウン市川、今回のラインナップです。トピックスはこの3本です。特集は大詰めを迎えた行徳の街づくりをリポートします。気分ノリノリ、病気なしなし、市川の食育、塩焼き保育園で行われたチャレンジおやつ作りをご紹介します。市川地名の歴史、宮久保、行徳の名前の由来を紐解きます。みんな笑顔で市川体操もお楽しみに。3月16日、健やか広場親子バス遠足が行われました。健やかな親子の育ちを願い、子育て親子の応援をしている健やか応援隊では、親子で楽しむイベント健やか広場を市内各地で開催しています。今回初めてバス遠足を企画し、15組35人の親子がここ大柏川第一調節地緑地にやってきました。この日は前日に降った雨の影響で足元に水たまりができていましたが、長靴でやってきた子どもたちは元気に水たまりに入って泥の感触を楽しんでいました。この時期の大柏川第一調節地緑地では様々な生き物を見ることができます。子どもたちは池を覗き込み、オタマジャクシなどを見つけると大きな声を上げて喜んでいました。およそ2時間にわたって自然を満喫する今回のバス遠足は、自然に親しむ機会の少ない子どもたちにとっては貴重な経験になったのではないでしょうか。健やか応援隊では今回の企画がとても好評だったことから、今後もバス遠足で市内の施設や自然を楽しむ企画を計画していく予定です。3月20日、施設の建て替え工事が完了した松花園で開設記念式典が行われました。松花園新園舎オープンです。どうぞ。松花園は重度の知的障害がある人を支援する事業所として、昭和49年の開園以来、施設を利用する人たちの生活支援や健康管理などを行っていますが、開園から30年以上経過して施設の老朽化が進んだことから、新園舎建設への工事が平成20年から進められ、今回の再オープンとなりました。式典に出席した大久保博市長は、新しい松花園は新年度からこれまでの支援に加えて重症心身障害者の受け入れも始まりますと祝辞を述べました。また当日は松花園の利用者の皆さんなどが制作したアクセサリーやお菓子が販売されたほか、市内の福祉作業所、市川レンコンの会の利用者と職員によるライブ演奏も行われ、会場を盛り上げていました。松花園は今回完成した新園舎に加え、新たな職員の配置や送迎用ワゴン車を購入する予定で、4月からの再オープンに向けて施設を利用する人への受け入れの準備が進められています。同じく3月20日、アイリンクルームで市川駅南口図書館主催の講演会が行われました。昨年4月のオープン以来、市川駅南口図書館では図書館業務に加え、こうした講演会を定期的に開催しています。今年度3回目となる今回は、女性誌などの編集を手掛け生活情報を発信している栗田孝子さんを講師に招き、無駄を省いて快適にシンプル生活術と題した講演会を行いました。なんか自分でアクションをつける癖づけをしてほしいなと思います。例えばこっから溢れたら片付け時とかね、なんか高熱がこんだけ上がっちゃったらやっぱり考え見直し時とかなんかあると思うんですけど、なんかそれぞれが自分のやり時、アクションを起こし時っていうのを決めてやっていけると、なんかすごく気持ちもいいし、それが一歩二歩進んでいくと確実に自分のものにもなっていくし、世の中にもいろんな役に発信していけると思います。必要のないものは処分する、いつか食べるもの、
いつか使うもの、いつか着るものは買わない。見渡せる収納で買いすぎや過剰なストックを防止する。買ったものはとことん使い切る、食べきる。安くても必要のないものは買わない。快適に生活する節約術として栗田さんはこの5つを挙げていました。皆さんもご自分の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。以上、トピックスのコーナーでした。市川駅南口をはじめ、ここ常夜灯公園など市川の街づくりが今大きく前進しています。こうした市川駅南口や行徳地域の街づくりは、地域主導の個性あふれる街づくりを支援する国の街づくり交付金制度の助成によって進められています。特に行徳地域では歴史や文化、自然、そして市民の安全を守るためにさまざまな整備が進められてきました。中でもここ常夜灯公園は一足早く昨年12月にオープンし、市民の憩いの場になっています。オープン当初はまだあちらに工事用のフェンスがあったわけですが、今はこうして旧江戸川のすぐそばまで行くことができるんです。この角度から眺めます行徳の旧江戸川の風景、本当に新鮮です。気持ちいいですよ。行徳地域では市民との共同で歴史や文化、自然、そして地域の安全を重視した街づくりが進められてきました。その中心的役割を担ったのが行徳寺町会です。行徳寺町会は市の呼びかけで行徳寺町周辺景観まちづくり検討会として平成15年に発足し、懇談会や街歩きイベントなどを行いながら、地域の人たちと一緒に行徳らしいまちづくりについて検討を重ねてきました。平成17年1月には市に対してまちづくりに関する提言書が出され、現在行われている整備にさまざまな形で生かされています。その一つがこちらの案内板です。地域住民からデザインなどの提案を受け、市が設置しました。この案内板はお寺や神社ごとにあるんです。こちらは徳願寺の案内板なんですけれども、結構詳しく書かれていまして、ちゃんと読んだら勉強になりますね。さあ、そしてこの通りはと言いますと、そうです、その名も寺町通りです。この寺町通りの整備も今大詰めを迎えています。匠堀と呼ばれる用水路だったこの歩道も今回の整備できれいになりました。徳願寺をぐるっと回って寺町公園にやってきました。タコ公園の愛称でも親しまれてますよね。そのタコですが、はいはい、あそこにいましたよ、滑り台の上のところ。この寺町公園も整備されたところの一つなんです。こんにちは。あ、こんにちは。あの、こちらの公園は整備される前は何か問題点というかあったんですか？あ、施設が老朽化してですね、あと樹木が薄そうとしてて、すごく暗くて閉鎖的な感じだったんですね。それをなんとか解決しようとしました。すごくあのいろんなイベントとかにも使いにくかったんですけども、はい、すごく広く広場を取ることによって、まあ、盆踊りとかいろいろ利用していただければと思っております。はい、今もね、子どもたちがとても元気に遊んでますね。はい、はい、なんか親御さんがね、皆さんついてるというわけじゃなくても楽しく遊んでますもんね。はい、うん、あの、市民の声が生かされた点というのは、はい、この公園何かありますでしょうか？子どもたちへのアンケートで一番要望が多かったのが、あそこにあるコンビネーション遊具なんですけども、はい、その あの遊具をつけたりですね、うんうん、あと大人たちから憩いの場が欲しいということで、はい、ベンチをいっぱいつけたり、まあ、先ほども言ったように盆踊りとかやりたいということで、はい、大きい広場を設置しました。はい、じゃ、とってもいい公園になりましたね。
この寺町公園が新しくなって利用されてみてどうですか？以前はもう少し大きいお子さんが利用できるようなタコの形の滑り台があったんですけれども、それはそれで楽しかったんですけれども、今こういうふうに新しい遊具で、しかも小さい、うちの子2歳になるんですけれども、小さい子どもも使えるようになったので、非常に楽しく遊ばせていただいてます。前はこちら木がすごく多くて、ちょっと暗いイメージがあったんですけれども、こう開けた感じになって、道路からも見渡せるので、とても明るい感じになっていいと思います。子どもも毎日のように遊びに来て、そうなんですか？楽しんでいます。素敵、笹の葉っぱなんかもありますよ。はい、そして権現道と出てきました。こちらの通りになります。行ってみましょう。こんな風になってるんだ、ね、こちらのお宅の塀ずっとこう続いてますけど、かなり雰囲気があって素敵です。趣がありますね。権現道のこの石畳とこちらの雰囲気ぴったり合ってて素敵ですね。徳川家康が東金に鷹狩りに行く際通ったといわれる権現道、今は地域の生活道路になっているこの路地も現在整備が進められています。お寺がたくさんある細い道です。見ていただいたように、石のように見えるコンクリート製のブロックなんですが、それを真ん中に並べて両側をアスファルトで舗装する、そういった施工を行っています。こんにちは。すみません、こんにちは。高井さん、とっても素敵な塀ですけれども、これはどんな思いで改装されたんでしょうか？もう7年ぐらい前ですかね、この本業徳界隈って寺町会ということで、町並みの景観を保存するしようと、こういうようなことで、会が都市計画課の下で発足しまして、いろいろと町をきれいにするにあたってはということで、この寺町通りですか、市の方で、美観をきれいにしようという時に、少し土地セットバックしながらですね、ちょうど権現道の、端にあたるもんですから、モニュメントを作ろうということになったもんなんで、協力させてもらいました。なるほど。高石さんは行徳には長くもうお住まいなんでしょうか？うちのお墓の墓石見ると江戸時代の寛政年間とか文化何年とか、もう江戸時代の頃からのお墓がありまして、それこそ里見八犬伝なんかにも行徳の粉屋っていう旅籠屋が出てくるんですけど、それが、うちの屋号なんですけれども。そうなんですか？里見八犬伝の犬田古文吾っていう仁義礼智忠信皇帝の帝の玉を持った八犬士っていうのがちょうど行徳の旅籠屋粉屋のせがれってことで、うちの屋号なんですよ。そんなね、本当に長い歴史の中で代々こちらにね住まれてきているということで、今この行徳の街づくりっていうのいろいろ変わってきてると思うんですが、高石さんの目からご覧になってどうですか？市川市という町はやはりかなりこの東京からも近いということで、非常に人口の移り変わりが激しいと思うんですけども、この特にやっぱり今市では文化とかそういう町並み保存とか力を入れてらっしゃると思う中で、非常にこの辺もお寺さんがたくさん多いですからね、とっても景観とか意識して、一生懸命取り組んでるんじゃないかな、市町全体がというふうに最近思いますね。そういう話を含めてだと思うんですが、この町の好きなところというのがあったら最後に教えてください。なんといっても明るい町じゃないかなと思います。新しいさと、あと古い町並みとがずっとこれからも長いこと保存できたらいいなというふうに、そういう町並みじゃないかというふうに思いますね。
最後に市民の安全安心に重点を置いて整備が進められたところをご紹介しましょう。大量に降った雨水を旧江戸川に排出するポンプ場です。今回押し切り相の川第二新井の3カ所のポンプ場が改修され排水量も増えました。一見目立たない整備に見えますが、これも市民生活の向上を目指した町づくりの一つです。市民の安全安心に重点を置いて整備されたところといえば、そうです、広尾防災公園です。この広尾防災公園についてはまた改めて詳しくリポートしますので、楽しみにしていてください。さて今回は行徳にスポットを当てましたが、市民と共同で取り組む市川市のまちづくりはこれからも続いていきます。一緒に私たちの市川をもっともっと魅力的な街にしていきましょう。きべうのりのりりょうきなしなし市川の食育じゃ。皆さん、体の健康のもとになる毎日の食事を大切にしていますか？市川市では食に関心を持ち、楽しく食べて生き生きと健康に過ごせるように、昨年市川市食育推進計画を作りました。人が良くなると書いて食。このコーナーでは市民の皆さんと一緒に進める市川の食育についてお届けします。今回は塩焼保育園で行われたチャレンジおやつ作りをご紹介します。保育園にはおやつがあるんですけれども、今日はおやつで、子どもたち卵サンドだったんですけれども、5歳児はそれを食パンにくるんでラップサンドにしました。卵をまずスプーンで潰して、その中にマヨネーズを入れて混ぜました。で、食パンの上にマーガリンを塗り、その上にその、卵を乗せて食パンで丸めて、ラップで包んで完成です。パンの耳はラップサンドにするときに邪魔になるので、まず給食室の方で切り落としました。それを残って捨ててしまうのはもったいないので、子どもたちにそのことを伝え、卵容器に残った卵につけさせて食べさせました。パンの耳をそのカップにつけながらとても楽しそうに食べていました。中にはその耳にさらに卵を塗って巻いている子どもの姿も見られました。今日は何をしましたか？クッキング。何を作りました？ロールサンドイッチ。今日のサンドイッチはうまくできましたか？うまくできた。ちょっと失敗したけど。どんなところちょっと失敗しちゃった？巻くところ。何を作りましたか？サンドイッチです。上手にできました？はい。どうやって作りました？巻いて作った。潰したり混ぜたり丸めました。自分で作ったサンドイッチ食べてみてどうでしたか？美味しかった。食べてみてどうでしたか？美味しかったです。子どもたちに食の楽しさを伝えるためにクッキングや行事食を実施しております。それを子どもたちが保護者に伝えることによって、家庭の中でも楽しさが広がってくれれば良いかと思っています。簡単男の朝ごはん。このコーナーでは今までほとんど包丁を握ってこなかった私でも簡単に作れる朝ごはんのメニューをご紹介します。今回教えていただくメニューは何でしょうか？はい、今回のメニューはミルクリゾットです。それでは材料を教えてください。はい、材料は2人分です。温かいご飯軽く茶碗2杯、水1と2分の1カップ、固形スープの素1個、ミックスベジタブル冷凍2分の1カップ、しめじ2分の1パック、ロースハム2枚、牛乳1カップ、お好みで粉チーズ小さじ1から2杯、パセリのみじん切り適量です。では作り方をご紹介いたします。お願いします。まずは
しめじは石突きを取りほぐしておきます。長いものは半分に切ります。ハムは2センチ角に切ります。次に鍋に水と固形スープの素を入れ火にかけ、煮立ったらミックスベジタブル、しめじ、ハムを入れます。火が通ったらご飯と牛乳を入れます。最後に一煮立ちしたら火を止めて器に盛ります。好みで粉チーズやパセリを散らします。これで完成です。はい、お鍋一つで、手軽にできるところが魅力的な一品ですね。はい、それでは早速いただいてみたいと思います。お野菜もたっぷり入ってますし、朝から体が温まる一品ですね。はい、それでは今回の調理のポイントを教えてください。はい、野菜たっぷりの簡単に作れて忙しい朝にはぴったりの一品です。今回はミックスベジタブルとしめじを使いましたが、冷蔵庫に余っている人参やキャベツや玉ねぎ、いろんなものを使ってアレンジしてみてください。皆さんもぜひお試しください。市川地名の歴史。このコーナーでは市内の町名の由来や現在の区域が設定されるまでの移り変わりについて解説していきます。まずは宮久保です。宮久保は南北朝時代の延文3年の記録に宮久保という文字で残されていることから、古くからこの地を宮久保と呼んでいたようです。その由来は宮久保4丁目の台地に囲まれた窪地付近に古い集落があり、その近くに八幡神社もあったことから、宮のある窪地の村という意味で宮久保と呼ぶようになったと考えられます。明治22年の町村合併により、宮久保村は八幡町の大字となりました。昭和26年、大字宮久保は宮久保町と名前を変え、さらに昭和46年の住居表示の実施で宮久保1丁目から6丁目ができ、現在に至ります。市川地名の歴史。続いて行徳です。市内に行徳という名前のつく地名は本行徳、南行徳、行徳駅前の3つがあります。江戸時代の頃はこの付近の33の村をまとめて行徳領と呼んでいました。この行徳という地名の由来は諸説あります。一つはこの土地を開拓し人々を教え導いた金海法院という山伏に由来しているというものです。戦国時代の大英7年、金海法院は伊勢神宮、現在の神明神社をこの地に誕生しました。この神社は掛ままから高野に至る14の村の総鎮守になった時代もありました。金海法院のこうした行いから、人々は徳が高く行いの正しい人ということで行徳様と呼び、後に金海法院が開いたこの地を行徳と呼ぶようになったという言い伝えです。このほか金海法院ではなく行徳という名前の山伏がこの地に来て開拓したことに由来するという説や、お寺の多い地域ということで仏教にちなんだ言葉行徳を地名にしたという説もあります。4月1日から市内に設置している証明書自動交付機から戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、戸籍抄本、戸籍個人事項証明書を取得することができます。ただし利用できるのは市川市に住所と本籍がある方のみです。自動交付機から各種証明書を取得するためには住基カードと利用手続きが必要です。詳しくは市役所市民課、行徳支所市民課のほか、ご覧の受付窓口にお問い合わせください。3月下旬から4月上旬にかけては、
市役所への来庁者が特に多く、駐車場が大変混み合います。市役所にお越しの際はなるべく公共交通機関の利用をお願いします。春の陽気を楽しみながら名所旧跡を歩いてみませんか。4月10日11日の2日間、ウォーキングイベント第4回下総江戸川2デーマーチが開催されます。10日は北コース、江戸川トラサンルート、11日は南コース、江戸川文学史跡ルートで、それぞれ40キロ、20キロ、10キロ、5キロのコース設定があります。スタート時間はご覧の通りです。参加希望の方はスタート時間の30分前までに河野台のスポーツセンターにお集まりください。参加費は1000円、市外の方は2000円です。これから行われるイベントのスケジュールです。次回の放送からマイタウン市川は20分番組になります。市政情報はもちろん、文化、健康、地域の情報もお届けしていきますので、どうぞご期待ください。4月3日からは歩いて発見散歩、行徳寺町の見どころを巡るコースをご紹介します。お楽しみに。みんな笑顔で市川体操。はい、それでは歩きます。せーの、1、2、1、2、膝の曲げ伸ばしです。はい、1、2、1、2、あと4回いきましょう。はい、最初はバタフライからいきます。せーの、あと2回です。はい、クロールで前に行きましょう。せーの、背泳ぎで後ろ行きます。平泳ぎの手で反対、もう一回。はい、斜め前に手を押しましょう。1回、2回、前に4つです。後ろ、もう一回行きます。はい、軽く走ってキックしましょう。せーの、走るだけで下がります。反対、はい、その場で駆け足しましょう。はい、きつかったら少し歩きながら調子を見てください。はい、右に回ってきましょう。反対です。はい、お相撲の四股を踏みます。よいしょ。はい、スクワット、反対側から四股です。せーの、はい、スクワット。はい、テニスのラケットを持ってください。はい、スイング、反対。はい、最後3回スイングだけ大きくいきます。はい、前4つから、後ろ、もう1回走ってキックです。せーの、はい、走るだけ、反対。はい、手を回してバランスを取りましょう。はい、反対側です。はい、ヨガのポーズで呼吸を整えます。反対側。はい、最後深呼吸です。大きく吸って手を上で合掌。はい、少し伸びて、はい、ちょっと反ります。はい、戻したら胸元に手を下ろして